はい、どうぞ聞こう。今日はですね、ガスさんとラジオに来ていますので、天気もよく桜も最高ということで、山中鹿之助さんの銅像です。立像なんですけども、非常にこの方のですね、雰囲気を出してるなと。願わくばってやつですよね。七難八苦を与えたまえなんて普通言えないですよね。天子市の最高に尽力した方です、この方は。天子市というのは出雲の国でですね、天子常久公とかで有名ですけども、山中家もですね、天子市の支流で分家なんですけども、主家が衰えてですね、その滅亡に際して天子復活を目指してですね、非常に尽力した方なんですが、天子十勇士とかね、そういうので有名ですけども、銅像があるのはこの方だけでね、十勇士の方は画像とかはありますけどもね、実際の活躍はどんな感じだったのかと、月に向かってお願いしてもなかなか最高難しくですね、最後は愛というところでですね、リンゴの国暗殺されてしまうんですよね。光月城の戦いというところで最後天子氏の最後の望みをかけてたんですが、織田信長に見捨てられたということで、森方に捕らえられて護送中に殺されてしまうと。確かに夢は叶わなかったんですが、この方の場合は本当に武将紀行でも話してますけども、こう一本筋の通ったですね、この時代なんで人殺しをしている時代ですから、おかしい言い方かもしれませんけど、すごく綺麗でまっすぐな、感じですね。謀略とか、なんですかね、力攻めとかそういうのしない方ですので、本当にまっすぐでね、一本通った方だと思います。銅像の方は2メートルちょっとぐらいでしょうかね。今日天気も良くて最高なんで、この像をわざわざ取りに来たようなもんですね。桜もいい感じで、ちょっとさっき桜が吹いててですね、鹿之助の目の周り、周りを、お顔の周りをですね、桜が舞ってたというすごい風景を見てました。はい、山中鹿之助の銅像でした。